あなただったんだ。また会ったね。ごめん、今はおしゃべりしてる暇がないの。うん、もう何日もよく眠れてないんだ。本当は知恵の伝道で資料を調べようと思ってたけど、読めば読むほど自分の論文には不足しているところが多いって気づいちゃった。もう書稿を書き終えてなきゃいけない時間なのに、まだ3分の1しか書けてない。遅す。今は、ああ、調べ物には変わりないよ。諦めるわけにはいかないでしょ。私って研究の才能がないのかも。最初から教練院に来るべきじゃなかったんだ。指導教員にも同級生にも迷惑をかけちゃって、早めに先生に打ち明けて他の同級生に力を入れてもらうよう説得しようかな。うん、やっぱりなし。そんな度胸ないし、何より悔しいもの。実を言うと、ここ数日一睡もしてないの。論文がめちゃくちゃなままだって思うと、いても立ってもいられなくて、眠くて集中できないし、かといって真面目に研究したり考え事もできない。まさに悪循環だよ。周りの同級生を見るとみんな天才ばっかりで、学習も理解も早いんだ。私にはそんな才能ないの。助けてくれる人がいなかったらもうとっくに退学を命じられてたよ。はあ、友達はみんな地元にいるから教練院で勉強しているのなんて私だけだよ。ちょっとおかしな話かもしれないけど、それが何者なのかわからないの。人間かどうかすら私には確信がないんだ。いつも寝不足だから、緊張しすぎるといきなりめまいがして、そのまま気を失っちゃうこともあって。うん、でも気がついたら悩んでたことが全部解決されてるんだ。宿題も時間通りに完成してるし、論文も綺麗にまとめられててミス一つないの。それにお花の水やりとか洗濯もしてくれて、壊れた写真機まで直してくれたり。どういうことかわからないけど、一応この現象を星空の祝福って呼んでるんだ。お星様が研究を頑張ったご褒美にやってくれたのかも、なんて。そんなわけないよね。はあ、でもずっとこの不思議な現象に頼るなら、私が教練院で勉強する必要がなくなっちゃう。一歩一歩着実に成長していかなくちゃ。そうやって初めてお父さんお母さん親友たちの期待に応えられるの。いけない、おしゃべりしてる暇なんてないのに。はあ、論文が進まない。このままだと知恵の洗礼の力に頼るしかないよ。それは物事には優先順位があるし、塩水は金貨を救わずって言うでしょ。ごめん、言い訳だよね。でも知恵の洗礼はとてもすごいの。知らないことなんてなくて何でも教えてくれる。助けが必要な時は質問を書き留めれば、しばらくすると返信が返ってくるんだ。その正体はわからない。
知恵の洗礼というのはあくまで伝説の中の名前なの。返答が来るかどうかは完全にそれの気分次第。たまに答えになってないものが返ってきたり、いたずらしたりもする。もしそれが学者ならそんなことはしないよね。でも今は助けてくれることを願うしか。あれは今回も来てくれるっていう保証はないから、希望を全部託すなんてとてもできないよ。他の伝説を試してみるのは何もしないよりマシでしょ。あなたも来てくれるの？時間は大丈夫？ごめんなさい。あなたって優しいね。それじゃあ行ってみようか。質問はもう用意してあるんだ。洗礼の力で無事に乗り越えられたらいいな。知恵の伝道に関する伝説はいろいろあるけど、知恵の洗礼は最近かなり人気なものの一つなんだ。歴史は長くないけど、現れてから一気に広まって洗礼の変身が来たという人が続出したの。きっと助けてくれるよ。知恵の伝道で変なことをしたら出ていくようにお願いされちゃうよ。なんなら追い出されちゃうかもしれないけど、誰かに聞いてみよう。もっと詳しい手がかりがあるといいんだけど。すみません、知恵の洗礼について聞いたことはありますか？私に聞いて正解だ。この間その伝説を耳にしてちょっと試してみたいと思ってな。星の明暗についての質問をしたんだ。そしたら2日後返答が来たんだよ。それも2ページ分な。内容は詳細で正確、資料を調べる時間が省けたよ。本当ですか？ああ。だから数日前また質問を書いて持ってきたんだが、今日の今日までまだ返信は来ていない。私が聞いたのとほぼ同じだね。もし質問に答えてくれなかったら、こっちは待ってる時間なんてないよ。とにかくどんな風に質問すればいいんでしょうか？教えてもらえませんか？簡単さ。あっちの本棚から理論占星学か占星実例検索という本を探してみてくれ。あ、その場所は知ってます。うちの学院ではどっちもよく読まれてる実用書だから。それだ。質問したいことを手紙に書いて宛名に知恵の洗礼と書けばいい。そして手紙を本に挟むんだ。数日して戻ってきて封筒に赤い印章が押されていたら、それが洗礼の返信ってわけだ。印章がなければ洗礼は答えたくないということだな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ質問を書いてくるね。相手にしてくれるといいけど。やっと質問を本に挟んだよ。待ちましょう。洗礼に時間をあげないと。明日は時間通りに来るけど、用事があるなら付き合ってもらわなくてもいいよ。そう、ありがとう。本当にごめんね。じゃあ明日またここで会いましょう。いい結果が出るといいな。昨日の手紙を見てみるね。どうかうまくいきますように。うまくいきますように。あ、本当に封筒に赤い印章が押されてる。洗礼が答えてくれたんだ。やったー。
で目の前の危機を乗り越えられる。洗礼には感謝してもしきれないよ。どれどれ、お手紙ありがとう。質問には回答したけど、君の動機が不純だから直接手紙には書いてない。動機が不純？私が？なんで？論文は独立した思考によって完成されなければならない。だけど君は私の知識を利用して最も重要な部分を補おうとしてる。それは間違ってる。でも締め切りがもう迫ってきてるし、すでに完成している部分はなかなか価値がある。だから手を貸す。質問の答えをある場所に隠してる。残したヒントをもとに探して、それを考えて探す過程こそが知識を得るための代償だと思ってちょうだい。そんな、洗礼の言う通りだね。反論できないし、むしろちょっと後ろめたい気持ちになってる。でも時間はもうないし、どうしよう。ああ、どうしよう。親切な人だって分かってたけど、ここまで優しいなんて。論文が無事に終わったらきっとお返しするね。じゃあ残されたヒントをよく研究してみましょう。2ページ目に書いてあるみたい。一つ目のヒントは知恵の道に隠されている。そそっかしい幼子はようやく世界の広さを見て驚きながらも恐怖を感じた。この文章だけ？写真やマークすらないなんて抽象的すぎるよ。知恵の道って何なの？幼子って誰？そうだね、自然な連想。じゃあ知恵の道は教霊院への道？待って、幼子、そして驚きと恐怖。なんだか分かったかも。かつて故郷を離れた時、数日かかってスメールシティにやってきたの。あの時は顔を上げて驚いた。スメールシティは写真で見たものより千倍も壮観で立派だったから。そして次の瞬間、ある考えが不意に湧いてきたの。果たして私はここにふさわしいのかなって。恐怖、心配、どう形容してもいいんだけど、この一連のつながりが間違っていなければ、洗礼が行った場所は大体分かったよ。でもなんで私の考えをここまで知り尽くしているんだろう。一理あるね。私の出身や経験にはこれといって特筆すべきところはないから、誰しもみんな可能性はある。じゃあ行ってみましょう。この辺りのはずだね。当時はこの方角からスメールシティまで来たの。あれから随分経ったな。このところ家にも帰ってないし。いやいや、感傷に浸ってる場合じゃないよね。早く洗礼が残した手がかりを探さないと。確かにあの一言だけだとまだ足りないよね。仮に洗礼が私の経験と手がかりをわざと関連付けたというのなら、ちょっと思うところがあるの。うん、ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時はこれからの生活に対する期待と心配で胸がいっぱいで、ついスメールシティに見入っちゃった。それで不用心にも
パンサーの尻尾を踏んじゃったの。あの子はぐっすり眠ってたから気がつかなくて、踏まれて飛び上がったから私はびっくりして前へ逃げ出したの。結局近くで寝てたのはあの一匹だけじゃなくて、足が遅い私は何度も噛まれそうになった。幸いエルマイト旅団の人が叫び声を聞いてパンサーを追い払ってくれたの。うん。それで落ち着いたらお母さんがくれたお守りがないことに気づいた。それはすごく大切にしてて、大事な出来事があるたびに身につけるようにしてたの。教練員の人が村で選抜試験を行った時もそうだった。お守りをカバンに入れたか何度も確認したんだ。その存在を感じているととても緊張がほぐれるの。スメールシティでも変わらず支えてくれると思ってたけど、結局入学手続きもしてないうちになくしちゃうなんて。うん。睡眠障害になったのはそれからで、毎日寝る時間がだんだん少なくなっていったの。お守りをなくしたのは明らかに良くない兆しだったね。あ、ごめんね、また私だけ喋っちゃった。何の話だったっけ。あ、そうそう、洗礼の動機。つまり言いたかったのは、あの時パンサーに襲われた場所に行ってみましょうってこと。もし洗礼が過去を思い出させようとしてるなら、手がかりを特別な場所に置くのが一番合理的だと思うの。その手がかりまでパンサーに食べられてなければだけど、それもそうだね、行ってみないとわからないよね。ここら辺だと思う。やっぱりここだった。あからさまに置いてあるのは、洗礼の考えが私の推測とほぼ一致してる証拠だね。それはどうなんだろう。どうしたらこんなに細かく知ることができるのかな。あんまり人に教えたことないんだけど、どこかに隠れてこっちを見てたりしないよね。怖い、はあ、とにかく見つけたんだから早速確認しましょう。最初の失敗を忘れていないようだね。ほら、やっぱり何でも知ってるんだ。どういうことなのか全くわからない。伝説なんて言われるのも納得だよ。続きを読んでみましょう。二つ目の手がかりを空と水の間に置いた。答えは星々の中にあったようだが、最後にはどうでもいいところへと流された。予想通り、また私と関係があることだね。ここまでのルールに照らすと、今回のヒントの場所も私の経験と関係があるはずだよ。ルタワヒスト学院の多くの研究は星空と関係している。私も論文を書くときはよく野外で先生の資料を集めてた。そして、はぁ、簡単に言うと、また忘れられない大失敗があったんだ。仕方ないよ。この世には仕方なくやらなきゃいけないことがたくさんあるんだから。さあ、行きましょう。こんな調子じゃ説得力がないかもしれないけど、外に出たらいつもより元気になった気がするよ。着いた。あそこだよ。入学して初めて野外観測をした場所なんだ。学
院から設備を借りて、天気のいい日にここに来たの。準備は万端で、きっといいデータが取れると思ったんだけど、設備は重かったし、土が滑りやすくなってて、柔らかいところがあるのに気づかなかった。設備をセットしたら、急に地面がへこんで、設備がグラグラし始めたの。慌てて支えようとしたけど、結局もう一つの設備につまずいて、ドボンって水に落ちたんだ。私と設備、それに、もろもろ。私って、ドジだよね。気を使ってくれてありがとう。私が自分でそれを言ったら、ただの言い訳になっちゃうから。これも悪循環の一つだね。寝不足なほどミスをするし、そのミスで余計眠れなくなる。大した問題はなかったよ。ちょっと骨折しただけ。リマリスタンでしばらく休んだの。でも壊れた設備を弁償するために随分かかっちゃって。眠れなくなった時はバイトをするようにして、ようやくモラを全部返済したんだ。バレた。仕方ないよ。学業と債務、二つのプレッシャーを背負ってて、それを家の人にも言えなかったんだから。私はみんなに期待されてる、いい学生なの。若くして教令院に合格して、すごく立派だって。考えたよ。いっそ勉強をやめて、家でもじゃもじゃダジューの世話でもしようかなって。でも、それはちょっと恥ずかしくて。メンツがってことじゃなくて。ただ、自分にがっかりするというか、今まで歩んできた道は全部自分の選択なんだから、壁にぶつかったり転んだりしたけど、自分の力で歩いてきたの。勉強でも大きな問題はなかったし、借金も返済できた。ごめん、ちょっと大げさだったかな。誰かのお世話になってるかもわからないのに、自分の力だなんて。だから知られちゃダメなの。完全にスメールシティでの生活に慣れた暁には、立派な姿をお父さんとお母さんに見せるんだ。そんな日が、いつか来るといいけどね。よし。引き続き手がかりを探しましょう。この辺にあるはずだよ。水に流された先の、どうでもいいところ。ここだ。ここだよ。濡れてなくてよかった。文字が滲んじゃってたらどうしようかと思った。どうでもいいものは見つかった?見つけたよ。見つけたってば。そうじゃなきゃこれを読んでないでしょ。もう。三つ目の手がかりは、十字のない十字路に置いた。左へ向かっても、右へ向かってもいい。少なくとも、後戻りは選択肢になってはならない。うん。でも私にとっては、逆にはっきりしてきたよ。メッセージを読む前から、このことじゃないかって予感がしてた。順番的にも、悔しさの程度から言っても、このことだって。やめてよ。ちょっと怖くなってきた。とにかく、案内するよ。話はそこについてからね。十字路と言ったら、真っ先にここが思いついたよ。あの時は、星象観測をしにここへ来たの。教令院の生活にも慣れてきたと思い込んでたし、来る途中も順調だった。でも機械をセットしてたら、
周りから変な声がして、見に行ったら悪い人が強盗を働いていたの。宝刀団は人数が多くて、強盗に遭った一家は無力だった。逃げるという選択肢は取れなさそうだし、モラを渡しても済まないかもしれなかった。何とも言えない。あの時はすでに神の目を持ってた。神の目を持つことができるのは、理屈から言えばすごい人だからでしょ。宝刀団が相手でも私は追い払うことができたはずだった。でもあの時は元素力を使って戦うことに慣れてなくて、それに怖かった。力があったとして普通の人と大して違わないと思ってたの。それから逃げたの。道に沿ってひたすらスメールシティまで助けを呼ぶために。最終的に途中で会った冒険者たちを呼んでここに戻った。でもすごく時間がかかってしまったせいで、宝刀団も強盗に会ってた一家もどこへ行ったかわからなくなってた。金品だけを奪われたのか、それとももっとひどい目に遭ったか、それさえわからなかった。スメールシティに来てからたくさん失敗をしてきたけど、あの時だけはどうしても悔しくて、その場に座り込んで泣いちゃった。手を出せばよかったって。もっと私が勇敢だったら結果は違ったのかなって。慰めてくれてありがとう。でもどうしてもそう考えずにはいられないの。洗礼が言ってたよね、後戻りは選択肢になってはならない。でもいざ難題に直面するといつも逃げ出したいって思っちゃうの。そうだね、ますます引き下がるわけにはいかない。私は落ち着いてきたから、近くの手がかりを探してみましょう。多分この辺りだよ。近くを探してみましょう。ここだった。とっくに用意されてる。今度は何だろう。どんなことだったとしても覚悟はできてる。え？これは写真？うん、この家はビマラ村かな。ここに行けということなの？私が経験したこととこの場所の関係性がわからないよ。ミマラ村には一回しか行ったことないし、特別なこともなかった。でもとにかく行かないと答えはわからないよね。ありがとう。大丈夫だよ。無理することについては経験豊富なの。度が過ぎないように注意するね。確かにここで間違いないみたい。周りは異常なし。出迎えとかがあるわけじゃないの？それとも戸を叩いてほしいのかな？もし勘違いだったらまずいよね。ありがとう。こんなんじゃダメだよね。立ち止まって考えるより時には前へ進まないと。こんにちは。どなたかいませんか？はいはい、ただいま。おや、これはこれはレイラじゃないか。今日は暇があって来てくれたのか？私のことを知ってるの？
何かの冗談か？知らないわけがないだろう。こっちは友達か？それとも同級生？友達なの。私たちは論文のことで悩んでて、ちょうどここを通りかかって。私だってわからないよ。唐突すぎてどこから話せばいいのか。この人はあの時砲塔団に襲われていた人なの。一目でわかったよ。でも私がしたことを彼は知らないはずだもの。私のことすら知らないかもしれない。あれは強盗事件より前のことだったし、あの時はただ通りかかっただけだよ。会ったことがあるとしても、強盗事件が起きた時は私に気づいてなかったはずだけど。どうしたんだ？ごめんなさい。せっかく歓迎してくれてるけど、私どうやってあなたと知り合ったか覚えていないの。なんだ、さっきのは冗談じゃなかったんだな。じゃあ以前野外で俺たち一家が砲塔団の強盗に会ったことは覚えてるか？うん。でもあの時は助けてあげられなかったはずじゃ。まさか、前に会った時に自分で教えてくれたんじゃないか。あの時は砲塔団に囲まれてどうしたらいいかわからなかった。そんな時、遠くから騒がしい声が聞こえてきたんだ。砲塔団の連中は耳ざといからな。不利な状況と見たのか、すぐに逃げたんだよ。荷物も持って行かずにな。どういうことかわからなかったが、砲塔団が逃げたのは幸いだった。俺もすぐに嫁さんと子供を連れてあそこを離れたよ。なるほど、無事だったんだね。よかった。最初は冒険者たちが通りかかっただけかと思ってたが、その後お前がことの経緯を教えてくれたろ。お前が俺たちを見つけて助けを呼んでくれたと。本当に大したもんだ。冷静に考えて、危ない状況でも取り乱したりしなかったんだからな。神の目を持っているお前相手なら砲塔団の連中もかなわなかったかもしれない。だがあんまり追い込んだら俺と家族に矛先が向くってことも分かっていた。そんなとんでもない。もっと早く手を出せばよかったって後悔してたの。ちなみに前に私が来たというのはいつ？あんまり記憶がなくて。うん、ちょっと前だったかな。そんなに経ってないと思うが、詳しくは覚えてない。どうした、まだ思い出せないのか？うん、ごめんなさい。こんなに教えてもらったけどまだ思い出せないの。多分精神的なストレスが大きすぎるせいかな。あの時は俺ん家で飯を食って子供とも遊んでたぜ。写真でも撮ってればよかったんだが。おっと、そうだ、あの時うちにカバンを忘れてったじゃないか。あれを見れば思い出すはずだ。ちょっと待っててくれ、持ってくるから。カバン？私そんなものを？これって私がなくしたお母さんからもらったお守り？うん、間違いない。お母さんの手作りだから、この世にたった一つしかないの。それに手紙も。これ私が出そうとしてたのかな。宛先はレイラ？いやいや、誓ってそんな習慣はないよ。ただ、わけがわからないけど、とりあえず読んでみましょう。こんにちは、レイラ。洗礼が残したヒントを頼りにここまで追ってくるなんて、お疲れ様。自制するのもいいけど、厳しくしすぎるのは、かえって自分を傷つけるだけだよ。人は皆失敗を経験する。
自制は失敗の苦しみをかみしめるためじゃなくて、次の成功のためにあるんだよ。この手紙を読んでるってことは、第一歩を踏み出したってこと。手紙の裏に、今回の論文の核心となる内容を書いといた。実は君がもう完成させてたんだけど、洗練されたまとめがないから説得力がないように見えただけ。今回の旅が君の人生に啓発をもたらさんことを。勇敢に前へ進み、期待に応えられるよう祈っている。君を見守っている。知恵の洗礼より。失敗しちゃったのかと思った。頑張ったことが無意味だったかもって思っちゃった。いたずらじゃなかったんだね。わからない。多分意識を失ってる間に無憂状態でここに来たのかも。私が無憂してる時の噂を聞いたことがあるから、そう推測しただけだけど、果たして私が知恵の洗礼なのか、それとも無憂状態の私が洗礼に導かれたのか、それはわからないけど。うん、会いたいって返信してみる。それで反応を見てみるよ。今回は全てが分かったわけじゃないけど、もう十分だよ。あなたが励ましてくれなかったら、私一人だったら途中で教令院に逃げ帰っちゃってここまで来れなかったかも。諦めなければ必ず収穫はあるね。何があったのか知らないが、いいことだったんだよな。うん、とてもいいことだったし、すごく勉強になった。そんじゃせっかくだし、一緒に飯でもどうだ。もう用意はできてるぜ。え、それは。大丈夫だ、遠慮するなって。友達も一緒にな。悩み事があるなら飯の後にしとけ。リラックスして英気を養わないと次の挑戦には立ち向かえないぞ。そうだな。ありがとう。私元気を出すよ。